石材店は、石材などの原材料を使用して破壊石などの加工を行う製造業。作った、石製品を店舗や工場で販売を行う。どっちの基礎工事石材店は単に破壊石を販売しているだけと思われがちであるが、墓の仕事内容は小規模ながらも多岐にわたり、加工、基礎、設置など、契約内容は複合的になり、 単なる墓石の販売契約ではなくなってきている。サービスは店によって実施されていたりいなかったりするが、霊園、墓地の紹介、見学案内、アフターサービスで混流墓石の修理、リフォーム、地震対策指向、コーティング、防走補装などや、墓石の洗浄、クリーニング、納骨の手配、散骨の手伝い、近年増えてきた後継者不在などの墓じまい、 墓石の撤去工事、永代供養の相談、改装等、墓参り代行サービス等も行う店もある。墓石以外では石像、モーニュメント、庭園に使われる石道路、筑波石畳等の石製品も製造販売している。石製品だけでなく、仏壇や手元供養用品の販売も行う店もある。また、お墓のデザインも昔ながらのものに加えて、 西洋式の横型のお墓やゴルフボールの形をしたお墓やタバコの形をしたお墓など個人の趣味に合わせた自由な発想のお墓が増えてきた。このような従来のものと違ったいろいろなデザインのお墓のことを総称してデザイン破壊師と呼ぶことが多い。採掘業者が山から切り出した加工岩や安山岩などの岩石の原材料を仕入れ、それらを石材店で 切削加工から研磨加工を行い墓石にする。悪質な石材店が墓石の産地偽装などをしていた経緯から各部分でカメラを使用した写真撮影による管理が近年基準になってきている。墓石に使用できる石材は数百種類にもなり素人では判断できないが中には説明だけをし墓石の転売や 産地偽装を行う悪徳ブローカーなども存在する。近年は安価な輸入製品などがシェアを占める。また輸入品が増えたことで、国産材と混同し、製造地が偽られた産地偽装の破壊しも多くなり、問題となっていた。食品偽装問題など、他の業種でも産地偽装問題の発生している。対応策として、破壊しを購入した消費者には、 国立印刷局で製造された証書で、原産地証明書が発行されている。生産地と生産者を証明するのには採掘者と加工者の両方の印鑑が必要であり、証書に応印される。偽造すると、有印紙文書偽造の罪になる。日本製であることも証明され購入者に対してトレーサビリティできるようになっている。しかし、転売屋やブローカーなどが、 日本国内の原石を転売して中国に輸出され逆輸入された生産国を偽った違法な産地偽装の国産破壊しもあり問題となっている。インド材を中国に輸出し日本に輸入する際に中国やベトナムで伝票を改ざんする悪質な産地偽装やマネーロンダリングもある。工場を持たない転売屋やブローカーが契約時の説明に 他社の工場での加工写真を見せ説明する、有料5人や原産地等5人ジャッキ行為などの不正競争防止法に関わる問題も多い。そのことから国産材や輸入品を問わず、墓石を購入するエンドユーザーに対するトレーサビリティや企業コンプライアンスが求められている。関連する事業として、総作業や仏具、寝具、お墓参り用の花を販売する、生花店などがあるが、 石材店とは別業種として分類されている。ありがとうございます。